じゃあやります。いいですか。はい、ではとある自社サービスの運用事例というタイトルで発表させていただきます。ちょっと切れちゃってますけど、杉庵と申します。よろしくお願いします。まず自己紹介ですけども、杉と申します。まあ、ID 杉庵という名前で Twitter とかハテナとかやってますので、そちらの方が馴染みある方多いかと思います。で、なんか80割くらいの方は役者初めてとかいう噂を聞いたんですけども、自分は2回目でして、去年初めて参加しまして、まあ、それでいろいろ縁があって去年の12月から面白法人開拓というところにお世話になっております。まず最初にちょっと宣伝なんですけども、カヤックでちょっとエンジニア募集してまして、移住キャンペーンとかやってますんで、ぜひ興味ある方はお声掛けください。どうすればいいんだろう。どういう話をするかっていうとですね、弊社でやっているWonderful.net とか JSDoIt っていうサービスについての、まあ本当にそれについてのお話ですね。なんか結構やっぱし僕も聞いてて思ったんですけど、そのこういうのを使ってますとか、そういうなんかツール系のは多いですけど、実際のサービスどういうふうにやってるのっていうのがそれほどないのかなっていう気がしまして、まあなんかそういう話ができればなと思って今日用意してきました。まあ、その中でそのアプリケーションの構成とか、まあ、ちょっとした内容の一つのトピックとして認証系の話とかを入れてみました。ワンダフルってご存知の方はどれくらいいらっしゃいますかね。お結構いらっしゃいますね。ありがとうございます。こちらが、フラッシュのそうですね、 AS3 をブラウザ上で書いて、そのスイフを、まあ、コンパイルしてくれるっていうサービスなんですけども、どうやら資料によると一昨年の12月かららしく、まあ、自分入ったのは去年の12月からなんで結構途中から入ったような感じなんですけれども、まあ、それでそのコンパイル AS3 をコンパイルできる他にも、そのまあ SNS 的な感じでユーザー同士フォローしたりとか、なんかお気に入りしたりとか、あとフォークして他の人のコードを、まあパクリっていうんじゃないですけど、まあちょっと改造して新しいの作ったりとかができるような感じになりますね。で、あと今年の春からライブコーディング機能とかもついてたりして結構面白い感じになってます。で、それと同じような感じでですね、 JS Doit というサービスが今年の6月から始まってまして、まあなんかダンさんのブログで紹介していただいたりとかして結構ありがたい感じだったんですけども、まあワンダフルと同じように JS、JavaScript とか HTML5 とか CSS3 なんかをやっぱりブラウザ上で書いてそれを実行できるっていうようなサービスですね。これ実際見せた方がいいのかな。まあワンダフルがこんな感じのやつですね。なんか最近だと音を鳴らしてくださいとかそういうのがあったりしまして、どうなんのかな、聞こえないですかとか、まあ、JS Doit も同じように AS3 じゃなくて JavaScript のコードとかを、まあ、なんか書いてそれが実行結果がこっちに出るみたいなやつです。まあ、今回のこの資料も実は JS Doit で作ってて、そこら辺に上がってるんですけども、まあ、そういう使い方ができたりもします。まあ、あとちょうどイベントやってまして、同じようなお題に対して AS3 と JS でなんかいろんな作品作ってくださいとかっていうのをやってたりします。で、ワンダフルとか JS Doit っていうのがどういう構成で作られてるのかっていう話なんですけれども、まあ Amazon EC2 を使ってまして、それ去年とかまでは違ったんですけど、今年の春くらいから、ちょっとサーバー入れ替えまして、まあそんなにバカでかいサービスではないので普通に1台くらいでだいたい済んじゃうんですけども、まあ、ウェブサーバーとアプリのサーバー、まあ、同居した状態で1台と、あと DB サーバー1台で、その AS3 をコンパイルするサーバーはまた別に、まあ、2台ほど別のところに用意したりとかっていうような感じになってます。
で、まあ、JS Druidも同じような感じですね。こっちはその AS3 のコンパイルみたいなことはしないんですけども、その作ったやつをどうやってキャプチャーするかみたいなのがあったりしまして、ちょっと今日は説明しないんですけども、そういうようにサーバーがあったりします。で、中身としてはですね、パールで普通に、もう本当に普通にカタリスト使って DBIC 使ってっていうような構成なんですよね。まあ、モデルがちょっと自分もあんまり経験があるわけじゃないのでよく分かってないんですけど、まあ、オブジェクトコンテナベースのものっていうのがどれくらいメジャーなのかよく分かってないですけど、まあ、そういうのを使ってそのシングルトンでいろいろチェーンロードしたりとかなんとかして使うような使い方をしています。で、 DB はその DBIX クラスで、まあ、いろいろゴニョゴニョやってますと。で、テンプレートはちょっとまだ X レートとか使ってなくて、普通にテンプレートツールキットでやってたりします。設定を、まあ、YAML ファイルガーッといろいろ書いてたりっていう感じのカタリストのアプリを動かしてます。で、あと裏ではそうですね、メムキャッシュ D とギアマン D 動かしていて、まあ、セッション情報とかそのトップページとかすごいよくアクセスされるところはできるだけすぐに返せるようにキャッシュしておいて、それを返すようにとかですね。で、まあ、あとギアマン D は例えばそのコードを保存するときとかに結構キーワード抽出して検索用に使ったりとか、あとキャプチャー取っていろんなサイズに加工したりとか、そういうような使い方をするんで、まあ、それ結構リクエストごとにやってると、まあ、重いのでギアマンで裏でやったりとかっていうような使い方をしてます。で、コンパイラーサーバーなんですけども、こちらはそのウェブサーバーとはまた別で、コンパイル用のサーバーを用意してまして、そこで、Any Event Socket を使いまして、その TCP 接続、そのウェブ上で作った AS3 のコードを TCP 接続から送ってもらって、それをそのサーバー上でコンパイルして、で、生成された SWIFT をまたウェブサーバーの方に転送したりとか、そういうようなことをAny Event 使ってやっています。これは結構前から、 Any Event 出た頃からこういう仕組みでやってたと思います。で、ウェブサーバーもなんだかんだでいろいろ変わってまして、去年の今頃とかはまだ自分いなかったんですけど、まあ、Lighty と FCGI で動かしていたっていう感じになってまして、まあ、今年の春くらいまではずっとこんな感じでした、ね。まあ、やっぱりそのアプリをちょっと書き換えたりとかしたときに再起動するのがなかなか大変です。まあ、ソケットをあらかじめ2つ用意しておいて、その入れ替えるときは予備起動させておいて本体再起動させてとかいう感じで入れ替えたりしてて結構面倒でしたと。で、それをこの3月くらいに、なんか今日元気ないとか書かれてました。一応あの元気ですんで大丈夫です。そうですね、で、フラッグとサーバースターターを使うように変更しまして、まあ、ちょうどその時期にサーバー他のところから EC2 に入れ替えたりとかしましたんで、まあ、その機についでにっていう感じで入れ替えまして、まあ、かなり楽にアプリの書き換えがと再起動ができるようになりましたと。で、今はそのナライティもやめて EngineX、 最近流行りのものをどんどん取り入れていって、今こういう構成になってます。 EngineX とスターレットを動かしてですね。で、まあ、いろいろ簡単に設定変更とかしてもダウンタイムなしで動かせるので便利です。で、ユーザーさんとかとも、まあ、ちょっとこの前飲む機会があったんですけど、まあ、レスポンス早くなってますねって、まあ、実際ベンチマーク取ったわけじゃないのであんまりわからないですけど、そういう評価いただいたりもしています。で、まあ、構成の話はこんなところで、ちょっと認証をどういうふうにやってるかっていう話をしたいと思います。まあ、ワンダフルってそのユーザーとしてログインして使ったりするんですけども、ワンダフルユーザーとしての何ですか、ユーザー登録っていうのはなくてですね、オープン ID を使ってログインできるようになってまして、その Google さん、Yahoo さん、Mixi、ライブドア、ハテナとか、まあ、いろんなサービス、外部のサービスのログインユーザー情報を使って、そのサービスでの自分の ID としてログインできるようになってます。
で、これ切れちゃってますね。どうしよう。サイズが変わらない。なので、そうですね、パスワードとか管理する必要がなくて、普通にすでにこの辺のどれかのサービスにもう登録してあれば、それをユーザーとして使うことができます。その中でワンダフルユーザーとしての情報をまあ保存しておいて、それはまああと紐付けるだけの話になります。